これからのお時間ですが、公益社団法人日本創作提供会より、蹄を適切に管理するスペシャリストである、装丁士の養成・認定業務推進事業についてご説明させていただきます。それでは早速、創作提供会の方にご登場いただきたいと思います。公益社団法人日本創作提供会の大塚直人調査役です。日本創作提供会の大塚と申します。本日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。それでは早速大塚さんに装丁士の養成・認定業務推進事業についてご説明いただきたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、私たち日本創作提供会は、馬と牛のですね、蹄を守るために活動している団体です。私が所属します装丁教育センターは、馬の蹄の専門家であります装丁士を養成する機関でして、今日はですね、その装丁士養成の内容について少し紹介していきたいと思います。ですね、年間16名程度の講習生を対象に実施しているんですが、だいたい期間が11ヶ月間で、装丁教育センターは栃木県の宇都宮市にありまして、全寮制というシステムで実習を行っております。講習にかかる費用なんですが、受講料がだいたい84万円、講習実費が昨年の実績で約40万円前後で、その他に寮での食費あるいは、電気代などがかかってきます。学科なんですが、だいたい期間中にトータル382時間で、実習がトータル1076時間程度行っていきます。その他にもですね、外部のさまざまな馬がいる施設ですね、そういう施設に出向いて、実習や講話の拝聴あるいは見学などをも行っております。学科講習は解剖、整理、運動などですね、馬という生態を知るための科目、あるいは装丁士に必要な知識であります装丁法、家事理論、装丁判断、装丁療法といった専門的な科目を勉強していきます。実習はですね、馬の蹄をですね、実際に切ったり削ったりする索蹄、そして蹄に蹄鉄を釘で装着する装丁実習や、馬の蹄にですね、履かせる蹄鉄を1本の鉄の棒から作っていく造鉄実習、馬を扱う上でですね、必要な知識を養う、使用管理実習、そして馬に騎乗してですね、実際にその馬の動きを体感するという乗馬実習などがあります。その全国のですね、さまざまな馬関連施設をめぐる外部研修では、競走馬の一大生産地、北海道で行う、北海道研修、現役競走馬がいる、トレーニングセンターや、実際に競走馬たちがレースを行う競馬場での研修なども行っております。他にもですね、ここ装丁教育センターは、その年の、装丁士日本一を決めます全国装丁競技大会の会場でもありますので、その大会のですね、運営をサポートしつつ、日本トップクラスの装丁技術を間近で見るといった機会もあります。教育センターが開校したのが平成7年なんですが、その平成7年から令和3年3月までに、認定講習会を修了した講習生は総数384名になります。うち女性の修了者が16名になっております。就職の状況なんですが、年度ごとに異なるので一概に傾向があるとは言えないんですけど、競走馬関係、乗馬関係、あるいは生産地関係に行く、そういった就職先が主となっております。現在のですね、装丁教育センターには、令和3年度の講習生16名が入校して、受講しておりますが、令和4年度の入校試験について少しだけお知らせします。1回目のですね、選考試験の願書受付が
令和3年4月5日より受付となっております。細かいことについては、日本創作提協会のホームページに記載しておりますので、ぜひそちらをご参照ください。以上で日本創作提協会の紹介を終わりたいと思います。はい、ありがとうございました。さあ、蹄鉄作りから、ね、乗馬実習まで行うということで、競走馬が最高のコンディションでレースに出走できるように、蹄を管理する、なくてはならない大切なスペシャリストなお仕事ですよね。さあ、最後にですね、この動画を視聴されている方に、大塚さん一言いただいてもよろしいでしょうか。はい、ですね、まあ、装蹄師というのはなかなか表に出てこない職業ですので、こういう機会にですね、少しでも装蹄師という存在を知っていただいて、興味を持っていただけたら大変私も嬉しく思います。ぜひ日本創作蹄協会のホームページ、機会がありましたらご覧ください。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。それでは、牧場部ウェブフェア2021牧場部ウェビナー、公益社団法人日本創作蹄協会大塚直人さんによる装蹄師の養成認定業務推進事業のご紹介を終了いたします。ご視聴いただきありがとうございました。